埼玉市立浦和南高等学校は埼玉県埼玉市南区辻六丁目にある公立高等学校。埼玉市最南端に位置する高校で、最寄り駅は武蔵浦和駅、または戸田市の北戸田駅となっている。全国高等学校サッカー選手権大会にて3度優勝し、高校サッカーにおいての小高校として知られている。地元では、 浦和南や南高と略称で呼ばれることが多い。2012年からニュージーランドエレズメアカレッジと姉妹校提携。2年次に行われる海外研修旅行は全員がオーストラリアへ行く。2013年度入学生から進学重視型単一制高校に移行し、55分6時間授業を採用している。1年次の英語、数学などで少人数授業が行われ、 二年次から文系、理系の二類型に分かれる、高校サッカー界における古合である。松本明氏監督のもとで昭和44年度に、全国高等学校サッカー選手権大会、全国高等学校総合体育大会、国民体育大会の高校サッカー三大タイトルを制覇した。この頃の活躍が漫画赤吉のイレブンのモデルとなった。 1980年代中頃を境に県予選での敗退が続いており、高校選手権は2001年の第80回大会、インターハイは1990年に宮城県で開催された第26回大会への出場を最後に大会から遠ざかっていた。2013年、埼玉県立浦和東高等学校を率いていた OB e の野崎正春が監督に就任。 2014年の新人戦では25年ぶりに準優勝に導くと、グラウンド人口芝深の翌年2018年の県予選で17年ぶりに優勝し、第97回大会出場を決めた。ユニフォームは、長井吉和を用して参冠を獲得した当時は、赤色のものを着用し、2014年の時点でも、同様のユニフォームを着用しているが、田島幸造や水沼隆を用して、 高校選手権連覇を達成した当時はクリーム色のものを着用していた。現在のコートは全天候型で県内公立校では初となる人工芝である。例年約8割は現役で大学に進学する。平成26年度の国公立大学への合格者数は23名。ありがとうございます。